テンポ B の田島です。事業用定期借地は、土地活用を考える地主さんにとって、一番いい土地活用の方法です。この点については、以前の動画、事業用定期借地基本編で説明をしています。そちらをまだご覧になっていない方は、ぜひ先にそちらの動画をご覧ください。概要欄にもその動画のリンク先を記載しておきます。でその前回の動画でも話したように、事業用定期借地出店するテナントは、だんだん少なくなってきていますが、それでも、ドラッグストアや、スーパーマーケット、コンビニ、ホームスーパーなどは積極的に物件を探しています。にもかかわらず、地主さんからよく聞くのは、事業用定期借地の提案を待っているが、提案されるのは、店舗を建築してください。いわゆる、建て貸しの提案ばかりという声です。今回は事業用定期借地に応用編として、なぜ事業用定期借地の提案が少ないのかについて話をしたいと思います。チェーンのロードサイド店舗が出店しそうな土地を所有していると、自分が土地活用を考えるよりも先に、建築会社の方から飛び込み営業という形で、ロードサイド店舗を建築する提案をされます。大手のハウスメーカーなら、そのような営業マンを日本中に配置しています。逆に、飛び込み営業をされたことがない土地なら、店舗に貸すことが難しいと考えてもいいぐらいです。例えば、建築会社から次のような提案があったとします。800坪のロードサイドの土地にドラッグストアが出店を検討しています。建築費は1億円、家賃は200万円。このような提案があったとします。そこで日頃から事業用定期借地で土地活用を考えた地主さんが、私は土地だけを貸したい。地代120万円。坪あたり1500円でそのドラッグストアが借りてくれませんか。このような希望を伝えたとします。この動画を見ていただいている地主さんには申し訳ありませんが、ここから先は建築会社の立場でこの地主さんの希望をどのように考えているかを説明します。建築会社は店舗建築の受注のために飛び込む営業をしています。つまり、1億円のドラッグストアの店舗建築の受注を取ることが目的です。これが事業用定期借地だと、地主さんからの工事の発注はありません。仲介手数料は、地代1ヶ月分の120万円です。1億円の工事受注のつもりが、120万円の仲介手数料になるわけです。割と多くの方が思われるのが、建て貸しの場合は、地主さんが工事の発注をするけれど、事業用定期借地の時は、テナントから工事の受注をもらえるのではないですかということです。実は、地主さんから工事を受注するのと、テナントから工事を受注するのでは、建築会社にとっては大きな違いがあります。地主さんの方から発注してもらう時は、テナントを紹介してくれたということで、匿名受注をすることができます。匿名っていうのは他の建築会社と比較をしないことです。ところが、テナントさんの方は物件を紹介してくれたというだけでは匿名受注にはしてくれません。他の建築会社と競争入札になります。つまり建築会社にとっては、わざわざ事業用定期借地をテナントに提案するメリットは何もないということです。そして、これが建築会社が事業用定期借地を地主さんに提案しない理由です。建築の受注を取るために、営業活動をしているので、建築会社からすれば当然のことだと思います。では、地主さんが事業用定期借地での土地活用を、建築の発注がないので、建築会社ではなく、不動産仲介会社に依頼したらどうなるでしょう。先ほどのドラッグストアの例で考えると、地代120万円のドラッグストアを地主さんに紹介して、不動産仲介会社の仲介手数料は、地代の1ヶ月分で120万円です。建て貸しのドラッグストアを紹介した場合の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分で200万円です。つまり、建て貸しよりも事業用定期借地の方が報酬が下がります。それでも、
この120万円の仲介手数料っていうのは、まあ、ありがたい話なんですけど、何が不動産会社にとって問題かというと、まあ、物件を紹介してから完成するまでの時間の問題です。まあ、不動産会社がよく手掛けるロードサイド店舗として、まあ、居抜き店舗があります。まあ、居抜き店舗の場合だと、まあ、テナントを紹介してから引き渡すまでの時間がだいたい1ヶ月ぐらいです。まあ、ところが事業用定期借地の場合だと、まあ、契約をしてから建物が完成するまでが約1年です。まあ、こんな効率の悪い仕事をする不動産会社はなかなかいません。まあ、つまり、まあ、土地活用を考える地主さんにとって、まあ、大変メリットのある事業用定期借地なんですけど、問題は、まあ、これを提案する建築会社も不動産会社もいないということです。まあ、事業用定期借地は、まあ、1991年の借地借家法によって生まれた制度ですが、まあ、この制度ができた時から、まあ、私は、まあ、誰がこの事業用定期借地の提案をするのか、まあ、これをずっと疑問に思っていました。まあ、案の定事業用定期借地という名前を使って、まあ、建築会社はリース会社、まあ、不動産会社はサブリースのような形で、まあ、めちゃくちゃな提案をしている例も多くあります。まあ、私自身も、まあ、建築会社を辞めて、まあ、自分自身で不動産コンサルティング会社を設立して、まあ、事業用定期借地の土地活用を積極的に提案しています。まあ、つまり、まあ、建築会社を辞めて不動産コンサルティング会社を設立する、まあ、これぐらいのことをしないと事業用定期借地での提案はできないということです。まあ、それぐらい提案するのが難しい制度です。でただし、まあ、地主さんにとっては、まあ、大変メリットの大きい、まあ、一番いい土地活用の方法には間違いないと思います。まあ、これからもこの動画では、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきます。よければチャンネル登録をお願いします。動画に対する質問などがありましたら、まあ、概要欄に当社のホームページアドレスと連絡先を貼っておきますので、まあ、そちらの方からご質問ください。この動画のコメント欄から質問いただいても、回答できることなら回答させていただきます。